西のフラワー。西のフラワーは、日本の競争馬、繁殖品場。1991年に、阪神3歳品馬ステークスを制し、同年の JRA 賞最優秀3歳品馬に、選出。翌1992年には、大賀賞とスプリンターズステークスに優勝し、同年最優秀4歳品馬及び、最優秀スプリンターに選出された。アメリカ合衆国からの持ち込め馬である。 バレエは2000年以前に使用された旧表記数え市で統一して記述する。本場の生産者である西山牧場は日本において八代大グループに次ぐ第2位の生産規模を持った牧場であったが大雑把な牧場経営から長らく目立った活躍場が現れなかった。この状況を打開するため1987年より生産育成各部門の改革に着手。 1989年2月、その一環として、約2億円を投じて、アメリカより4頭の繁殖品馬を輸入した。各品馬はいずれも、産区を受胎した状態で購買され、そのうちの1頭に、本馬の母、デュープリシトがいた。同年4月、デュープリシトは、メスゴマを出産。期待を受けての誕生であったが、細身の体格で目立つところはなかった。 数名の調教師に管理を断られた後、最終的に、滋賀県立東トレーニングセンター、松田正宏の管理場と決まった。松田は初めて本場を見た時の印象を、足ばかりひょろっと長くて、幅のない、万美みたいな馬と語っている。1991年、競争年齢の3歳に達し、西のフラワーと命名されて、松田急車に入ったが、調教でも目立った動きはなかった。 1991年7月7日、札幌開催の新馬戦で、佐藤正雄安城にデビュー。これより前に骨膜炎を生じており、足の状態を考慮して、負担の少ないダート競争が選ばれた。当日は、単勝4番人気であったが、2着に4馬審査をつけて、初戦勝利を挙げた。次走には、DE 競争の札幌三歳ステークスに出走。 使える適当な番組がないからという消極的なレース選択だったが、道中2番手から直線で後続を突き放し、ディスコホールに3馬身半の差をつけて優勝。重賞初勝利を収めた。起乗した佐藤にとっても、これがデビュー22年目で初めての重賞制覇取った。連勝で松田も本場の素質を認め、一旦休養に出された。帰球後、3歳女王戦。 阪神三歳ヒンバステークスへの前哨戦として、デイリーハイ3歳ステークスに出走。起乗停止中だった佐藤に代わって、田原正樹が手綱を取り、前走と同じく三馬新半差で圧勝した。自走に迎えた阪神三歳ヒンバステークスでは、騎手が佐藤に戻り、一番人気に支持された。レースは、道中5から6番手から直線で抜け出し、ゴール前で追い込んだ3 A 3球、3A3 級。 新興ラブリーを退けて優勝。ジンバもに初の GI 制覇を果たした。また、この勝利は西山牧場にとっても開業25年目で初めての GI 優勝となった。当年4戦4勝、内重賞3勝の成績で、翌年1月には当年の最優秀3歳品馬に満票で選出された。翌1992年4歳クラシック戦線へ、 向けて、チューリップ賞、大歌賞トライアルから始動。当日は、単賞を追っ1.2倍という圧倒的一番人気に支持された。しかし佐藤が、第3コーナーで仕掛けを遅らせた結果、最終コーナーからバグに包まれて抜け出せない状態となった。アドラーブルが先頭に立った頃に、外へ抜け出して追い込んだが、同馬から三馬新反差の2着となり、初の敗戦を喫した。 タバと一緒に進出しなかった理由は、今から足を使って、ゴール前で刺されたらみっともないというものだった。また後に、佐藤は、大賀賞を勝つために一度馬群を経験させようと思ったら、出られなくなってしまったとも語っている。競争二日後、地震を喪失した佐藤から松田へ、大賀賞の起乗を辞退したい旨が要請され、 佐藤自身の勧めで西のフラワーの騎手は川地用に変更となった。後に佐藤はチューリップ賞は私のミスです。これは大賀賞に乗るのは2が重いなと思って交代を申し出たんですと内実を語っている。また馬主である西山正幸の息子、茂幸はインタビューに対しどうしても心情的には佐藤騎手を乗せてやりたいんだけどチューリップ賞を見た限り ちょっと荷が重いということになったんです。中略本当は佐藤正騎手で勝ちたかったです。佐藤騎手で大花賞を勝って一緒に喜びたいというのが大きなテーマでしたと語った。ただ一方で、茂行が後に語ったところでは、正幸は佐藤に対して怒り浸透で、チューリップ賞のレース直後には兼了室で、正幸がこの下手くそ、と叫びながら、 佐藤の頭を丸めた、競馬新聞叩いていたという。このため、レース直後にはすでに機種の乗り換わりの検討が進められていたといい、がって佐藤が機場を辞退したのは、正幸の本音を察した結果とも言える。正幸は3歳時に機場経験のある田原を押していたが、最終的に調教師の判断を尊重することになった。4月12日の大賀賞では、 前走より人気を落としながらも、オッツ2.3倍の一番人気に押された。レースは、打って変わった、先行作から直線入り口で先頭に並ぶと、アトラーブルに対して、前走から逆転となる三馬身反差をつけて、優勝した。乗り代わりの責務を果たし、史上最多記録となる四度目の大賀唱制覇となった、川内は後に、頻馬三冠を得た。 メジロラモール以上のプレッシャーだったと解雇している。自走には、ヒン馬クラシック2巻を目指して、優秀ヒンバ、オークスに臨んだ。しかし、大花賞後から急激に職が細り、馬体の維持に時間を割かれ、強い調教ができないままの出走となった。レースでは、抑えようとする河内との折り合いも書き、最後の直線入り口では先頭に立つも、直線半ばで失速して7着と敗れた。 夏の休養を経て、体調を戻したが、秋初戦ドーズステークスは4着、11月15日の、ヒンバ3冠最終戦、エリザベス女王杯、当時は3歳ヒンバ限定戦も3着と、勝利には至らなかった。大賀賞まで1600メートル以下の距離であったのに、対し、オークス以降はいずれも2000メートル以上の距離で、連敗した。川内は、距離に限界があった年、 松田は典型的なマイラー。1600メートル前後を得意と、スルーマだったとしている、各競争距離については、成績表を参照。12月20日、シーズン最終戦として、初のコボバ混合戦となる、スプリンターズステークスに出走。1200メートルという短距離で、マイルチャンピオンシップを連覇していた大拓ヘリオス次ぐ二番人気に、押された。レースでは、コバと、 真っ向勝負では、分が悪いという河内の判断から、長所の瞬発力を活かすため後方に控える作戦を取った。最後の直線では、大外から先行勢を次々と交わし、ゴール前で山人ァーを差し切り優勝。GI 競争3勝目を挙げた。河内は前年帰場した第1ルビーに続く連覇ともなった。翌年1月に発表された JRA では、 最優秀4歳牝馬と最優秀スプリンターの2部門を受賞した。5歳となった1993年は、マイラーズカップから、指導、前走で指示溶けたヤマニンゼファーとの再戦となった。レースは先行する西のフラワーを、ヤマニンゼファーがマークする形となったが、最終コーナーで西のフラワーが後続を楽に突き放し、同馬に三身本差をつけて圧勝した。その後、 当年より国際競争となった安田記念に向けて調整が続けられ、5月に迎えた同競争では一番人気に支持された。しかし先段でのレース運びから直線で伸びず、10着と大敗を起死した。以後調子を落とし、春のグランプリ、宝塚記念で8着。休養を経た秋初戦、スワンステークスでは3着と復調の兆しを見せたが、 続く GI マイルチャンピオンシップでは13着と、再び大敗した。連覇を目指した、年末のスプリンターズステークスでは3着となり、これを最後に競争馬を引退。翌1994年1月9日、阪神競馬場で引退式が行われた。以下の内容は、netkeiba.com よびジャビスサーチの情報に基づく。繁殖馬としては、 1999年に若駒ステークスを制し、同年クラシック候補にも挙げられた、西野聖竜、6勝を挙げた西野竜、マイラーズカップなど重賞で2度の2着がある、二のまな娘を輩出している。GI、重賞に勝利した3区は出していない。2004年にはイギリスへ送られ、翌年に同つなぎ用のシングスピールと交配を行ったが、 帰国後に誕生したオスゴマは競争登録前に死亡した。現在8番子の西の未来の血統から生まれたひ孫である西のデイジーが重傷を二傷している。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。